感じ。うん、あとまあそのインターネットを彼はできるだけ持たないっていうか、その SNS とかもやってないし、携帯もなんかあの昔のデジカメ携帯をずっと好きと使ってるし、なんかそういうこうちょっとインターネットから離れた生活をあえてしようとしてる感じ。そうね。とかもなんかこう。すごい面白い。で、やっぱりニート東京のヒッピー講師って書かれちゃってるから、そういう感じで行くのもあるかなと思ってて、はい、やっぱ彼自体もすごいアイドルだからさ、そう芸大でもアイドルっぽいとこがあって、みんなあの人にあのお世話なんだよ。本当に怒ったことがないんじゃないかくらいな人で、なんか電車の優先席とかもさ、本当になんか二徹とかして疲れてたら若い子も座らせてあげるような若いしたいよねみたいな。なるほどね。そうそう、だからそういう思いやりとか、やっぱそういうものを彼はなんかすごい根幹に感じる。だから結構みんな惚れちゃうんですよ。そうそう。お疲れ様です。ご無沙汰してます。やばいやばい。初めて来ましたもんね、ここ。そうだよね。うん、僕の恩師にあたる増井武人先生です。お願いします。はい。はい。芸大のあれ思い出しますよね。部屋ね。あの部屋。あれがまあちょっと、あれがここに映って、なんていうの、まるまる来たって感じ。あんま変わんないよね。出会いってでも初めては芸大、そうだ俺が18の時なんでちょうど10年。そっか、もうちょうど10年ですね。そうなんだね。久保田やっぱりちょっと特殊っていうかね、普通のやっぱりその世代のそのよくいる美大生とはまたちょっと違うタイプっていうか、多分ちょっと大人だったんだと思う、世代がちょっと上っていうかね。だからその世代のやっぱり学生たちと比べるとちょっとまたタイプは違ったんだろうね。うん、なんでこれその顔とかをまた作ろうと思ったんですか？なんかね、俺最初これで本当に小学校の村岡公民館に置いてあった土器、縄文土器のこう破片を復元された土器を単純に自分にで拾ってきた破片だけで作っちゃおうと思って一個作ったものがあまりにもよくできて、はい、要はさ、これ逆さにするとさ、ちょっと縄文土器みたいになるのわかるかな、はい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 、で縄文土器のなんていうの、もう縄文土器じゃん。それは。これね、本物の全部縄文土器の破片なんすよ。増井さんうまいから自分で作ってんのかと思いましたもん。もう初期の時に自分で縄文土器をもうそのまま、はいはいはい、縄文での模様で作ったりもしてたけど、やっぱね、これはね、もう見れば見るほどやっぱり作れないって思った。うん、それは年月ですか、それとも技術的な、年月素材だろうね。やっぱこの素材に今どんな土でどんな焼き方してもこの感じ出ない、はい、なるほど、うん、だけど素人目に分かんないぐらいはできるけど、うん、俺素人じゃないから俺の目が騙せないちょっと辛くなっちゃう今平成令和この瞬間拾ってるってことはさ、その間おそらくだけど誰も拾ってないからここにあんのよ、これ縄文人の手から離れてセカンドタッチが俺って思うの、はいはいはい、縄文人の次が、はいはい、俺と思って、なんかこれを二番目に拾った人間にふさわしい人間になりたいなって思う。俺、ここまでこれでなんかやったら、俺、これを拾うにふさわしい人になれんじゃねえかなっていうか。なるほど。
ここって何年前っておっしゃってましたっけ？これでね、ちょうどぴったり10年ぐらいかな、10年以上は経ってるね。これを建てるために、うん、こう何かしら整地みたいのはしたんですか？そう、整地っていうかもう何もだよ。これ全部自分でブロック基礎って言って。うん。ここら辺がもうほぼ、4段入ってんのかな。で、なんか重機かなんかで資材運んできて。いや、もうね、重機、いや、自分でもうこれブロックも買ってきてるよ。あ、そうなんですか。ブロック積んで、意外とできるんだよね。すげえ自分でやったらお金かかんないからね。うん。お。これね、レースバト。レースバトっていうのはどういう？これ種バトって言って、こっから子供を引いて、その生まれた子供を、そのレースをやってる選手たちが普段いる、はい、そこに委託して預けて、そこで選手にして飛ばすっていう、意外とヨーロッパでは盛んに割とポピュラーな、遊びなんだけど、春はもう1100キロって言って、一番長いところ、北海道から飛ばすっていうところまでやってるよ、1100キロの。で、鳩でレースをやるっていうのはなんか小さい頃からイメージはなんかあったんだよね。いつかはやってみたいなってずっとこう、心の中にはあったんだけど、たまたまね、やっぱりこれをやってる人と出会って、で、その人に一から教えてもらって、でまあやり始めてるっていうまだ段階ですね。これはまた何ですか？これも平面作品っていうほどなんだろう。大した作品ではないんだけど、布なんですか？ん？布なんですか？あ、これね、ただあれよ、あの、あ、なんだろう、書いてるんだ。あ、そう。へえ。ね、鉛筆でずーっとこう。すごい作業量だけなんだ。この73.5×73.5 の枠に、1ミリのこの丸を。だいたい1ミリ間隔でこうずっと書いていくと、これでね、86,400 個。鉛筆がここに走ってるこの時間ってだいたい1秒ぐらい。って言ってこれ86,400 個。24時間って86,400 秒。あ、そうなんですか？うん。へえ。あ、もしもし。9.11 これ何発ぐらい撃ったんですか？これででもね、60箇所ぐらい。単純にまだ学生で、ちょうど大学院4年生か大学院2年生かの修了作品なのか卒生なのかって言って、ちょっと彫刻作ってたのね。で、時代的にはなんかもうちょっとやっぱり戦争、ミサイル撃ち込むぞみたいな。なんとなく戦争ってイメージがまだ俺20歳過ぎで、結構こうやばいんじゃないみたいな。今世の中では戦争やってる。こう俺形、こうモデルさん見て形作ってて、なんかすげえ違和感あって。だけどあんまりあそこの特にこうね、そういうアートスクールの中では普通なんだよね。もうモデルさんを見て形をしっかり作るっていうことが当たり前で、それをこうやってて何の逆に違和感もないんだけど、まだそこまで染まりきってないからそっちに、ちょっと違和感だけがすごいあってって言って実感持てるなっていうのがただこれだっただけで、その当時ね、でも周りはもっとちゃんといろいろ見えてて、ちゃんと分かった上で物作ってたけど、俺は単純に分かんなかったから、それをまあ探してるまだ状態っていうかね、で多分やってたんだと思う。さ、そんな最中にさ、鎌倉の大仏に赤いペンキでここにこう乳首を描いた
って言って話題になニュー、まあ、ニュースだよ、もう、はい、もうすごいワイドショーのニュースになって、って言ってあれタケトだぞって言い出したやつそうだけどそれに関しては本当に俺じゃねえ。ずっとここで勝手にこれ作っててさ、ものすごい数になってさ、俺が死んだ後とかにさこっちが出てきたらさ、そうですよね、なんかそっちの方がもっと俺がこれをただひたすら好きでやってたものっていうのと、どうだこれこの表現面白いだろうって見せるものってちょっと意味変わってこない？そうですそうです、縄文人が俺これを見た時にお前の中になんかやっぱすげえ願いとか思いすげえあって、それで作ってんだろう、すげえわかるよって縄文人に言われてさ、言葉にならない部分のところで、縄文人がわかるよって通じ合えたとして、で、俺が発表して、これ売ってたら、なんかちょっと、なんていうの、そこの信頼、そこでわかり合えたのに、あれ違ったかなって思わせちゃうっていうかさ、っていうのは俺なんかそのどっか本物になりたいっていうか、俺のまあイメージね、俺の中のイメージのなんか本物に近づきたいのかなっていうかね、やっぱそこがアーティストの孤独との戦いみたいなのかもしれないね、そうなのかもね。縄文人に質問してみたいことみたいなってありますか？俺すごいすごいあるし、だけど俺はねどちらかっていうとその人たちとその素晴らしいを共有したいっていうか、なんならそれに関してはものすごい長けてる人たちだと思うのよ。その素晴らしいっていうのを共有することで自分が幸せになれてる、その状況に一番敏感に反応できる人たちだから、その人たちと本当の底を共有できたら多分ものすごい本当に幸せなんだっていうイメージはある、ありますよね。なるほど、やってんなメッセージどうかなでかいなと思ってたんだけど、これ知ってたらなんかすげえメッセージ性も出ていいかな